さあ、わしら7人が力を合わせてお主に最後の技を授けようぞ。マリオはスターフラッシュを使えるようになった。技名が出せ。おお、お主が来るのを待っておるぞ。マリオよ、星の国にて会おう。なんかあれやねUFO に吸い込まれていくみたいな感じ。何、地面ないんですけど。うわー、歩ける。あ、こういう感じ。なんなんやろ、天の川的な感じかな。何、敵なの。背景の一部かと思ったよ。やめてよ。逃げます。とりあえず不要不要と漂いよる星たちと同じような感じで背景だと思ったよ、君も。うわ、めっちゃ追いかけてくる。めっちゃ追いかけてくる。やめてください。え、なんか結構な距離追いかけてくるんやけど。2匹に増えた。もう1匹の方は諦めるの早かったね。え、かわいい街灯、めっちゃかわいいやん。あ、どうもどうも、こんにちは。それともこんばんはかな。この星の国ではいつも星空が見えるんです。スターの杖が奪われる前は空いっぱい飛び回る流れ星たちでキラキラしていました。今よりもずっと賑やかだったんですよ。今も結構星はいっぱいあったけどな。星の精査もたちが捕まったり、スターの杖も奪われたりで、もうダメだと思っていたんです。でも、星の精査もたちは無事お戻りになられました。星の精査もたちは、まだ希望はあるって話されてましたよ。まあね、その希望がやってきたよ、今。自ら。星の精査もたちがさらわれた時、私の友達はショックで寝込んでしまいました。キラキラしていた光も消えて、すごく顔色が悪かったんです。でも、星の精査もたちが戻りになられたので、ようやく元気になってきました。これもマリオさんのおかげですよ。よかったよかった。あ、セーブしていたこう。よし。星の精査もたちが無事にお戻りになられたのは、マリオさんのおかげです。星の願い事を叶えるなんて大したものです。みんなでお礼を言わなければ。あざす。何これ、扉入れるのこれ。おお、開いた。スケスケやん。こんにちは、泊まっていきますか。あ、そういうこと。この世界にはあれか、世界というかこの国にはキノピオは入ってこれないのか。泊まっていきます。キノピオハウス的な感じやろ。ごゆっくりどうぞ。どうもどうも。よく眠れましたか。はい、お気をつけていってらっしゃい。ねえ、この国のキノピオハウス、あ、ほんとや、ちゃんと看板かかってあった。全然気づかんかったわ。ちょ、もう一回セーブしとこ。やっぱね、休んだ後はちゃんと。こう上に行ったらなんかありそうな感じするな。その前に横に行っとくか。なんとなく上に上がったらなんか起こりそうじゃないイベント。こっち、こっちがイベントなの。じゃあ上に行っとくか先に。じゃあなんか起こりそうだったんで先に上に登っときます。え、絶対さ、この町の一番高いところにあの偉い星の精査もたちがおるやろ普通。うん、木も可愛いな。星が鳴ってる。あ、普通に店があったりとか。これは？何あれ、可愛い。これ、可愛い。家これは。星の精査たちが戻りになられてほっとしました。あとはスターの杖が戻るのを願うだけです。星が願い事をするなんておかしいでしょうか？いや、いいんじゃないですか？なんか、家が開放的すぎてさ、これ扉じゃなくてもなんかこの辺からひょーいって入っていきそうじゃない？あ、でも串刺しにもなりそう。怖い。柵が怖い。なんかこういう殺人事件、
殺人事件、事故とか起こりそうよね。道具屋さんかここは。じゃあまあ行きますか、あの神殿っぽい感じのとこに。住宅少ないな、1軒しかないやん。あ、かわいい、星がぷかぷか浮かんどる。入ります。あ、おったおったおった、私が助けた人たち、人たち、星たち。マリオよ、よくぞここまで来てくれた。いよいよクッパの城に乗り込む時がやってきたのだ。さあわしら7人が力を合わせてお主に最後の技を授けようぞ。めちゃくちゃスターパワー使いそうやな。全部とかやったらどうしよう。マリオはスターフラッシュを使えるようになった。技名がダセー。その技を使えばクッパの持つスターの杖の力を打ち消すことができる。じゃあもう怖いものなしじゃない。そしてさらに一つお主に授けるものがある。なになになに、道具ん、なんかでかいな。なにこれ、なにそれ。これは星の国に伝わる星の船だ。船、クッパ城はここよりもさらに高い天空にある。されどこの船から、この船ならばそこまで行けるであろう。めちゃくちゃ高いとこにおるんやね。酸素とか大丈夫？さあ乗るがよい。そしてクッパ城へ向かうのだ。わしらは常にお主と共にある。またいつでも遠慮なくわしらの力を使っておくれ。あざす。船なんやこれね。一人しか喋ってないけど、みんなはもっとお礼の言葉言ってくれてもよくってよ。乗った乗った、発進しよう。おー、空飛ぶ船なんね。めっちゃスピード出る、怖。え、すごいスピードなんやけど、怖。もっとなんかふわふわ行くものやと思ってたよ。あ、流れ星、早く姫様が帰ってきますように。早く姫様が帰ってきますように。早く姫様が帰ってきますように。お願いをしたの？叶うといいわね。流れ星と間違えるほどのスピードってやばいわ。落ちたら終わりやな。うん、ピーチ姫に会いたい、ピーチ姫に会いたい、ピーチ姫に会いたい。キノコケーキを山ほど食べたい、キノコケーキを山ほど食べたい、キノコケーキを山ほど食べたい。おい。姫のことは流れ星様よろしくお願いします。ふう、それは叶えてあげられないな。おお、やってきたよ、ついにやってきちゃったよ。そこから入るんや。ステージ8、対決、大魔王クッパ。クッパ城に来ち、これ乗れるの？これなんかプロペラ落ちてない？違うん。違うんか。さあセーブしときますか。え、それ乗れないの？乗れんのや。あれかな、私がこの空飛ぶ船で来たみたいな感じでさ、なんかクッパの手下たちがこれに乗ってクッパ城に帰ってきとるってことかな。なんかかわいい駐車場みたいな感じ。しまったんですけど、あ、一応帰れるんか。あ、開く開く。で、どこに行けば。なんかこれ、え、もともとこれあれやろ、ピーチ姫のお城やったやつよね。めちゃくちゃ改造するやん。あれよね、絶対、え、そこ登っていける？上からとかかな。まあ、クッパ自身がやったわけじゃないか。めちゃくちゃ DIY うまいやろって思ったけど。え、鍵が必要？もしかして。あ、こっちから入っていける。じゃ、多分、最初にこっち行って、どっかに鍵があるんやな。は。
キノピオたちが捕まっている。あれ、会話できない感じ。え、会話できないのか。あれ、いけない、いけないぞ。もしかしてこいつを倒さなければいけないとか、そういうことかな。くそ、先制攻撃のつもりだったのに。倒しますか。体力どれぐらいかな。あ、全然ダメやった。あ、ごめんね、トゲトゲやけん。そういうことか。え、何、無敵状態になったんじゃない、もしかして。やめてよ。もしかしてこれダメージ受けない感じ。え、受けるんかい。受けるんかい。なんかめっちゃ体力削られていく。でもここでスターパワー使うのもったいないよね。だってただのその辺の敵やし。お、よしよしよし、またこれダメージ受けるんか。まあ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 、でもレモン、うわ、なんかダメージがでかいよ。へっ、ハッピー。何、逃げるの。え、もしかして仲間呼ぶなよ。あと1体。あ、ここでレベル上がるんじゃない。上がらんかな。よし、オッケーオッケー。16スターポイント、やった、上がったよ。イエーイ、レベルアップ。え、どうしよう、どれにしよっか。フラワーポイントあげる。バッチっていう手もあるな。バッチにしよっか。じゃあバッチあげよう。お、鍵落とした。やっぱ倒さんといかんかったんや。お城の鍵をゲット。クッパ城の錠前を外せる。君たちは助けてあげられないんだな、ごめんね。バッチバッチ。でも残り3なんか。え、待って待って待って、これつけているバッチか。すべてのバッチで、え、どうしよっかな。あの、さっきあれやんね、レベルが上がったけん全開したんか。どれがいいんやろ。ジャンチャージェイス、次々ジャンプ、ガツンジャンプ、ハンマーチャージ、ハンマー投げる、ナイスで防御、生クラ刃、モロハはちょっとな、アイスの力、トゲ用ガード、クルリン、目回し、トゲ用ガード。これはマリオにしか効果ないんかな。仲間には効果なし。とりあえずナイスで防御つけとくか。よし、このアクションコマンドを成功させれば。のアクションコマンドってどこに出てきよん、全然わからんねやけど。でもちゃんと使いこなせんかったらね、今せっかくバッチポイント増やしたのに、なんかちょっと無駄になった感になってしまうよね。はい、お城の鍵使います。いるよ、通り過ぎます。おお、避けた避けた、イエーイ。追いかけてこないで。お城の中ってこんな複雑な。いやとりあえず今のところ倒す必要性がまだ見受けられないので。ハンマーブロス、向こうのことはまた、いや、似た感じか。え、何、うーん、よく来たな。俺はクッパ城の見張り扉だ。怪しいやつを通さないのが俺の役目なんだ。見張り扉、喋るな。ってことで、じゃあ一旦
この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。